ポール・ボア・ボードラン、ポール・ボア・ボードラン、ルコック・ド・ボア・ボードラン、ポール・エミール・ルコック・デ・ボイス・ボードレン。1838年4月18日から1912年5月28日は、フランスの科学者。ガリウム、サマリウム、ジスプロシウムの発見者である。コニャックの酒造メーカーに生まれ、家業を継ぐが、後に、科学者の道を歩む。1874年に、 キルヒホフによって始められた文工学についての著書スペクターズルミヌースペクターズプリスマティックス、e、EN ロンガース D オンドデスティンズオラシェールシェイデチミエミンレイルを発刊した。この分野の最初の文章である。1875年に文工学の手法を使って新元素ガリウムを発見した。ガリウムはメンデレーエフがエカアルミニウムとしてその存在を予言していた元素である。 ガリウムの命名については、ボアボードランの母国フランスのラテン語名がルリアから名付けたとする説と、自分の性の一部、ルコックのラテン語名ギャラスから名付けたという説があるが、オンドリ説を1877年の記事で、ボアボードランは否定している。1880年にサマリウム、1886年にジスプロシウムを発見している。アルゴンが発見された後、 これを新しい元素のグループである気ガスに分類することを提案した。パリで74歳で他界した。ありがとうございます。